本丸御殿はおよそ400年前、徳川家康の命によりこの地に建てられました。格式の高い書院造りの建物で長い間大切にされてきましたが、惜しくも昭和20年の空襲で天守とともに焼失しました。名古屋市では平成21年から本丸御殿の復元に着手し、4年余りの歳月を経て玄関表書院が完成、晴れて本日公開を開始するものです。本日のオープニングセレモニーの司会進行は私、名古屋城総合事務所の福原が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、セレモニーの参加者を紹介します。どうぞ大きな拍手でお迎えください。名古屋市長河村隆です。名古屋市会議長藤田和秀様です。名古屋市会副議長馬場典子様です。経済水道委員会委員長今場信夫様です。名古屋市副市長井出倉健二です。名古屋市市民経済局長新海照夫です。そして地元の子どもたちにも参加していただきます。名古屋市中区米城小学校6年生の皆さんです。米城小学校の皆さん、おはようございます。どうもありがとうございます。この後米城小学校の皆さんにも靴の周りに参加していただきます。それでは主催者挨拶に移らせていただきます。名古屋市を代表しまして名古屋市長河村隆よりご挨拶申し上げます。市長よろしくお願いします。はい、それではおはようございます。ようおいでいただきましてありがとうございます。またこれはね、大変皆さんの寄付が行さん集まりましてね、そのおかげでまあここまで来ることができまして、まあこれも行さん出してくれた人もあるが、そうでない人もありますが、お金の多い少ないではありません。そんなことで本当に皆さんにご寄付をいただいた皆さんにまずサンキューベリーマッチと、まあ家康が英語で言ったかどうか分かりませんが言いたいと思います。それからまあ工事関係者の皆さん、いろいろね、その他まあいろんな力が集まってこうなったわけでございます。でまあ何べんも言っておりますけど、今も言いましたけど昭和20年の5月14日ということでございまして、まあ皆さんご承知の終戦が8月15日ですので、あと3ヶ月というところでですね、まあ本当に残念だったわな、これ空襲でまあ全部燃えてまったということでございます。まああんまり言うとかんけど B-29 で燃えたんですが、まあアメリカにそう言いますと、アメリカはボーイングジャパンというところですね、ここの本丸御殿の再建に寄付をですね、どれだけにはしていただいておりまして、まあ、これは大変、これもサンキューベリーマッチということでございます。だからまあどうせ見るならね、そこのちょっと振り返ってみると白い櫓がありますけど、あれは本物です、あれは焼けておりません。400年前にですね、多分家康がここから入ってきたと思いますけど、それをじっと見つめ取ったのがあの櫓、これからそこの後ろの石垣、石垣も大体見るとね、こっち側、西側がちょっと、白い色になっております。これは新しいやつ。あの真後ろの、ちょっと色が黒になったやつが、あれは400年前の本物でございます。ちょっとね、だから腹がちょっと膨れております。まあ、ああいうものが、結局400年前、この家康が入ってくるところを実際見ただろうと、見たということを味わいながら、これ見ていただくと大変にやっぱり本物が残っとるありがたみというのをまあ感じることができると。でこの本丸御殿そのものは
大変ありがたいことによ、これ昭和7年ですから20年が空襲ですので、その13年も前からですね、図面を気を取ってくれた人がおるんですよ。これ図面を、まあ向こうの天守閣もそうですけど、だからこれは日本でただ一つと、そう言ってもいいだろう、これ本物。そこにヒゲのちょっと、本当は彼が前出てこない関係だ、ちょっと前で出れない実際努力してきた人、このヒゲを蓄え取る人が佐藤さんといいまして、この本丸復元の、あの責任者でやってこざった人でございます。拍手ぐりはしたりゃいっぺん。サンキューベリーマッチということで、まあ佐藤さんにその証明をいただきましたが、まあいろんなところでね、本丸御殿っていうのはいろいろ日本人であることあるんで、いろいろ言ってますけど、ここは昭和7年からね、実測図、詳細な実測図があります。ものすごいやつ。それに基づいた、いわゆる本物の復元ということでございますので、日本で1個ですから、大変に値打ちがあるということで、ぜひご覧をいただきたいと思います。それから実はもうすぐ、もう一つ、障壁画も実は残っておりまして、空襲の前に、なんとよ、避難させとったんですわ。で、どこを避難させとったかいうと、今工事中ですけど、そこの、西南隅櫓、これは乃木倉庫というところに避難をさせておりまして、これが残ったということでございますので、まあそれもですね、それが今揉めとりますけど、まあ今日は見えますからね、本物が400年前の本物が、家康がこれを見ただろうという本物が見えますので、またそれをしんみり見ていただきたい。それで大事なことは、これまあ狩野派のまあ絵描きが来やったんですけど、まあこの美術的な価値も重要文化財になっておりますんで、さることながら、ぜひこの名古屋城と尾張名古屋藩の歴史をですね、よう味わってもらえば、この尾張名古屋藩っていうのは御三家筆頭で62万石と言われましたが、実際は100万から150万ぐらいあったと言われるよ。どれだけね、強かったんです。で、江戸幕府をノックアウトしようと思ってクーデター計画を立ち取ったということでございますので、で、ちょうどこれ今日雨が降っておりますが、家康がこの結婚式をやってた息子の九男義直さんと春姫の、それに来とるんです。旧暦の4月15日。ですから、だいたい今ぐらいの、ちょっと前ですけど、頃だと思ってください。で、記録がありまして、家康さんがここへ来て、結婚式出て、次の日は雨で逗留と書いてあります。これ。で、その次の日に、ここから大阪、夏の陣。知っとるか、あんたたち。ちゃんと勉強しとるか。明治小学校立派だろう。だから、要するに今雨降っておりますけど、この雨は、ちょうど記録があります。家康さんも大阪に出てこうと思ったんだけど、雨が降ったので雨で逗留と書いてありますから、ちょうどこういう雨の中をどこぞかで寝てござったと。そういう気持ちになって味わっていただくと、いよいよ本物感が高まるということでございます。で、まあ夏の陣のついでに言っていくと、どういう記録的意味があるか言うとですね、日本の内戦ってすごかったんです。実は応仁の乱から150年。戦国時代、めちゃめちゃな殺し合いをやっとったの。それがようやく形がついたのが関ヶ原ではありません。大阪夏の陣ということで、関ヶ原ではまだ大阪に豊臣家とよりやのがあったの。で、それを集結をさせたのがいよいよ大阪夏の陣で、家康さんはこの玄関から出てったんです。今わしがこれ喋っとるとこ、ここから家康が出てってですね、馬に乗ってですね、名古屋城の正門から大阪夏の陣で、かつては盟友の秀吉から、名古屋の秀吉さんから息子を頼むぞと言われただろう。知っとる、あたたち。本当かおい。まあ息子を頼むぞと遺言で言われたその息子の命を取りに行くわけです。なんと。これがですね、それでまあ日本の内戦は終結するんですけど、その時に家康さんはどういう気持ちだったか、アイムソーリーと思ったかどうか、英語で思ったかどうか知りませんが、まあ日本の内戦を終結するためにやむを得んのだと、豊臣は死んでくれと言ってまあ出てったのかということをぜひちょっと頭に置いていただいて、非常にまあ美術的な価値も言いますけど、大変日本史の中で大変に歴史的の
価値のあるここ、私がおるとこから家康が出てって大阪夏の陣で日本の150年にわたる内戦を終結させた、その原点がここだと、皆さんが立っておられるとこを家康が馬で出てったと、まあここで乗ったけどもうちょっと向こう乗ったらね、大体そこに馬場がありますから、ここは歩いてったと思います。まあそういう非常に歴史的なところでございますので、私はまあ今日本物の400年前の竹林標高図が出ております。で金ピカのもありますから、ぜひ見ていただいて400年の歴史ってあーすごいなということを感じていただけると思います。まあ今後この佐藤さんと論議を深めましてまあ年に1週間か2週間は本物をやっぱりここで出すようにしようと、私はね家康が見た本物を出そうとしようとしておりますけれども、まあそれはそれでございますが、まあしかしそういうどえらげねや日本史上の歴史的なこの本場の御殿でございます。どうぞ日本中また世界中の人が来ていただきますように、またガキッチョもよう勉強してな、そういうとこ立派になってちょうよということでございます。ようおいでいただきました、ありがとうございます。サンキューベリーマッチ。川村市長。